はい、どうもみなさん、こんにちは。タイチャンネルのタイです。ですね、先日じゃなく、先、じゃ、おとといに、スター・ウォーズのフォースじゃなくて、ジェダイの最後を見に行きました。やっぱ、すごい感動的というか、出来上がりでしたね。出来上がりが本当にすごかったです。あの映画は。なかなかなんか、すごい、スケールがでかいみたいな感じの。ですね、まあ要するにいろんな、まあここからネタバレを言いますけど いろんな、まあその主人公というか、まあ、結構有名な人たちが死んじゃうというシーンがちょっと悲しいですね。そういうところがちょっとスケールがでかかったです。まあレイヤ姫も砲弾を受けて宇宙待機、あ、違う、宇宙に放宇宙に放棄されたんですけど、いきなり目が覚め、レイアー姫の、体が動き、そして自分の、船内へ戻ってきたという素晴らしいシーンもありました。それがやっぱりピカイチですね。まあハンソロが死に、そしてその後、まあ、ここからネタバレまた言います。ルーク・スカイウォーカーが最後、もう年老いて死んでいくというところです。まあどちらにしろ悲しいんですが、でもまだ多分あの映画は続くと思います。あれでまだ終わりじゃないです。まだ敵役倒してます。敵役倒してません、カイドウで。ですね、確か、敵役のボスは、レイによって殺され、じゃあレイじゃない、カイドウレイによって殺されました。まあ、カイドウレイがそこでレイたちの仲間になったかと思いきや、裏切りました。やっぱあの若造はね、何回も裏切りますね。ハンソロだって裏切ったし、ハンソロだって裏切ったし、まあいろいろ裏切ってるんですよ。そしてさっきの、協力したことを思いきや、それも裏切りました。まあそいつがまだ死んでません。カイロデンが倒せてません。なので、まだ最後の時代であそこで終わるわけありません。まあですね、終わってほしく、まあ、終わってほしくないですね、スター・ウォーズは。ちょっと今からハマりだしました。多分、スター・ウォーズじゃなくて、なんだっけ、ライトセーバーは多分、ルークからレイに託されると思います。結構ね、いろんな犠牲者が出ましたね、今回は。平和な国の、どこだっけ？平和な国の、あ、共和国、平和の共和国も、そのカイロデンたちによる、砲弾エネルギーで破壊されたことも悲しかったですね。それはフォースの覚醒だと思いますが、けどね、まあ、あとね、最後ね、またね、なんだっけ、フィンがね、最後ね、その扉を破壊される、扉を、巨大な扉を破壊する砲弾を、壊すために、自爆するような感じで突っ込んでいったんですよ。飛行機っていうか、なんかちょっとボロく、なんていうの、ガラクタみたいな感じのやつで。で、フィンがそこで乗って、みんなで戦いに行った時に、そこでフィンが自分でその砲弾が飛ばされるところの機械の内部に入り込もうとした瞬間に、そのフィンの仲間というか、まあ、フィンと冒険に行ってたその女の人が助けてくれましたね。まあ危機一髪っていうか、まあ自爆を邪魔されたみたいな感じでしたね。まあでもそこで、まあ、生きててよかったですね。まあこれから楽しみですね、やっぱり。もう一番のやっぱ今回の一番のね、見どころはね、最後ね、ルーク・スカイウォーカーがね、幽体離脱で、確か、カイロネンのところに行って戦ったというところですかね。で、その幽体離脱が終わった後に、崖じゃなくて、自分の住んでいる、その聖地だ、フォースの聖地のところで、最後、なんだっけ、あぐらじゃなくて、座禅を組み、死ぬということですね。まあ、
雲が隠れるとともにフォースと一緒に一体化したということです。まあ一体化したということなので、あの光の粒子となって消えていったということです。まあ、それが本当に悲しかったですね。まあ、今回はそういうような話です。まあ、ネタバレなのであまり見たくない人は見ないようにしましょう。ではバイバイ。